こんにちは。天板アカデミー堀秀夫です。今日はね、えー、まあ、皆さん気になるところの、Amazon 室で儲けるのに、まあ、自己資金はいくら必要かということなんですけど、まあ、正直ね、えー、まず、まあ、資金ゼロが望ましい。ただ、初心者が自力で無在庫販売で儲かる商品を見つけるのは難しいと。だから、何がしかの資金はかかるわけですね。 で、まあ、初心者は本当に、まあ、個別サポートを受けて取り組むのがおすすめです。まあ、この場合は必要資金75万円、まあ、半年サポート55万円、商品仕入れ代20万円と。まあ、これで半年間でね、えー、月に30万円稼ぐスキルを身につけましょうというのが個別サポートですし、まあ、普通に、まあ、こちらのサポート、 え、アドバイス内容を実行していただいて、まあ、それに対するね、えー、こうなりました。あるいはこう思ってます。というのをね、返してもらえば、まあ、無理なく、え、半年間で、え、儲かるスキルが身につきます。ですから、必要資金75万円と。じゃ、自力で取り組む場合の資金予測。これ、できない。ね。まあ、なぜなら売れない商品を仕入れたり、トラブルになる商品を扱うことがあるためと。まあ、サポートを受けるよりも、 安く済むんだろうというイメージの方多いかと思うんですけど、まあ逆にね、えー、儲かんない商品をずっと仕入れ続けてる、稼ぎ損なうとかね、そもそもトラブルにあって、あるいはね、えー、売れない商品をたんまり仕入れて損するというケースもあるんで、まあ逆にお金がある人は、お金があるのにサポートを受けずに取り組んでる人は、えー まあ後から考えだねサポート受けとけよかったねというような結果になることが多いです。まあ驚、えー、かすわけではないんですけど、まあ実際今までね、えー、サポートやってますからじゃあ受けたらどうですかと言ってね、えー、断った方、あるいはね、えー、サポート受けててもまあ商品探しについては何か、えー、独自のやり方をやりたかったのか全く言、えー、うことを聞いて、えー、聞かず。 違うやり方方を取ったたいますすけど、まあ、散々たる状況です、まあ、1位、400万円のマルゾーン、ね。これあの、サポート受けようかなって言って相談をしてきたんですけど、結局、サポーターは見送りますとで。その後ね、取り込み詐欺にあえましてどうしましょうという相談をしてきたんですけど、まあ、正直ね、詐欺に合わないように、ね、あるいは詐欺っぽくても、詐欺にあっても、ね、ダメージがないように、 そういうサポートをしてますんでね、トラブルになってどうしましょうと相談してこられた場合は、まあ相手が取れるお金が持ってそうだったらね、弁護士に相談してくださいとしか言いようがないですね。トラブルになってから回収なんてのはできないです。で、大抵はね、海外、まあこれ中国の業者の取り込み詐欺でしたけど、 日本に営業所がある中国の業者の取り込み詐欺でしたけど、まあ、お金がないから、あるいは逃げる気満々で、ね、取り込んでるわけですから、もうはっきり言って弁護士立てて裁判やったって何やったって、えー、無理と、ね、諦めるしかないというようなね、酷、まあ、な話ですけど、まあ、そういう結果になったのがあります。でもう1件は、ね、サポートを受けていたんですけど、まあ、そもそもこの 小さい金額から始めてね、儲かる商品を見つけるとで。儲かる商品を見つけたら、それで大きく儲かるというのがアマゾン室の魅力なんですけど、初めからドスンと投資しちゃったと。ねえー、先を急いで中国に行って仕入れた。まあ、ところがね、その仕入れた商品が、えー、納品、どっかの家庭で紛失しちゃった、ね。商品代金200万、送料80万、ねえー、プラス、まあ、量費20万円、ね、合計300万円の損害。 まあ、なんで、なんで初めからそう、そう言ったかという感じなんですけど、まあね、えー、私のサポートを受けたけど、よそのサポートを受けてたか仲間内でやったので、まあこの経過になってね、ね、えー、まあこの時点で、まあ、えー、もうやる気なくなって辞めちゃってますんでね、えー、その後どうなったか分わかりませんけど、まあ、ね、見つかったのかどうか、仮に見つかってもそれが売れたのかどうかわかりませんからね、まあ、 普通に、やっぱり、どうし、どうやっていいのかなと。絶大な自信があって、失うお金もあって、サポートは受けたくないと。ね、いう場合以外は、素直にサポートを受けてやっていただいた方がいいかなと思います。まあ確かにね、無在庫でもかる商標を見つける人もいます。まああるいは、不用品を販売して仕入れ資金を作る人もいると。ただ、この、 無在庫で儲かる商品を見つける難易度っていうのは、この日本の商品、もかる商品がこうあったとしたら、もう本当に氷山の一角ですね。で、まあ、大抵ここを見つけられる人は、まあ元々はね、えー、何か転売してて、えー、あるいはコレクションしてて、ね、えー、そういうセンスが磨かれてる人、これだったらもう何ら問題なく、ホイホイ見つけていきます。 サポートを受けてる方でも見つけるの上手な方いますけどね、まあ、よくそんな商品見つかりますねという商品をね、ほいほい見つけてくる人もいます。まあ、あるいはね、自己資金は、ね、手元資金はなかったけど、ま,あ、まずは不要品を売って、えー、資金作りましょうということでね、フォークだの、メルカリだの、アマゾンなのでいろいろ販売したら、もうそれだけで何十万もできちゃったというような方は、まあ、そこから、えー、FBA で普通にやりますんで、まあ、自己資金、ね、 物があったから資金ゼロというのもどうかと思いますけど、まあ、資金な、ね、しでやる人もいると。まあ、ただ、この場合ね、まあ、不要品をたくさん持っている人ってもともと物欲が強いんで、まあ、そもそものセンスがある方が多いです。で、これ、不要品売って種仙作るお金もないと。で、特にあの好きなものとか何もないですって方が、この、 ねえー、無在庫で売れる自己発想の、ね、手間に見合った利益が取れて EMS の送料を使ってもなおかつ儲かるというような商品を見つけられるか可能性は非常に低いただこういう方が、ね、まずはリスクなく始めたい、ね、特に、えー、スキルもセンスも経験もありませんという方が世の中、ね、転売やりたい方が一番多いんで、まあ、ツールで見つかりますっていうとすごいいっぱいの人が集まりますただねそもそもツールで見つかるわけはないですし もう本当に、本当に出だしの時はね、やってる人少ない時はツールで見つけた商品で利益取れることもありますけど、まあ大々的に集めてツールを使う人が多くなった時点で、もうツールでしか見つけられない人は全く儲からないです。で次に、まあやっぱりなんだかねってアマゾンは FBA 使わないと儲けにくいんですけど、FBA を使ってもやっぱり自力で見つけるのは、 えー、結構厳しいです。ね、えー。自力で見つけられるのはやっぱり氷山の一角とまでは言わないですけど、まあ一角っちゃ一角なんですけどね、まあある程度ひどい、なぜなら今、オーストラリア、アマゾンはまだ始まったばっかりなんで、まあ、あまり何も考えずね、えー、こういう場所がいいですよといった商品を、まあ、考えなしにただね、えー、納天気に送ってくれた人は、その中からね、えー、運よく商品が見つかることが多いです。 今の段階だったらまだ FBA で f b を使えば見つかる見込みは十分あると。まあ、だからこそマニュアル、ね、プランというのを復活させて今、えー、マニュアルサポートをしています。で次に、同じ自力で,見つ,かるんでも見つけるんでもね、元々もともと買い物大好きだとかね、えー、浪費家の方、まあ、これはね、えー、結構見つかります。まあ、今のオーストラリアだったら余裕で見つかります、ね。で 現にマニュアルサポートの方で、えー、この、この感じ、経験者、あるいは、ね、買い物大好きって人は、もう、ホイ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 見つけてますね。で、まあ、そうじゃなくてね、やっぱりまあ、普通に、ね、特に私は浪費家じゃない自信はありますと。で、まあ、特にコレクションも何もしてませんという方は、もう、あの、言った場所で、で、素直に商品を見ていただいて、で、その見てきた商品を調べて相談してもらうと。そうすれば、 えー、今まで、まあ、散々サポートしてますんでね何百人っていうかもう2000人近くサポートしてますからある程度ある程度っていうかね、まあ、正直一言で言うと、えー、輸出してもうかる商品小口でね輸出してもうかる商品っていうのはもう無駄なもんなんですね。 でどういう無駄なものだったら、まあ、厄介な購入者じゃなくてね、えー、普通の購入者に買ってもらえて、えー、ある程度長く儲かり続けるかっていうのはわかりますんで、まあ、ただそれ、ね、えー、誰かの相談を元にしてる商品、あるいはね、えー、全員にこれですって言ったらね、その時点で飽和しちゃいますんで、えー、直接教えるわけにはいかないんで、 まあこの商品はね、えー、こういう理由でパスしましょうとか、あるいはじゃあこの商品はね、面白いから仕入れて納品しましょうって形で、儲かる商品に誘導していくようなサポートを正直してます。だから普通の人でも見つかる。まあ、かなり見つかる。でも、もともとコレクターとか浪費家の方が個別サポートを受けていただいて、まあ、個別でこれどうでしょう、面白いでしょうか、ね、これ面白いと思うんですけどって相談していただく分にはもう本当にホイホイ見つかってます。 ここの時点、この自力で頑張ろうとしている人が見つかんないんですって、同じ市場で売る商品なのに、片やこっちはね、いや、3倍と言わずね、5倍、10倍、あるいはね、2 30倍の商品、ボロボロありますね、オーストラリア、アマゾン、ボロいですねって話をしてるわけなんですね。まあ、同じ場所で売ろうとしてるとは思えないんですけど、やっぱりそれだけ経験があるか、あるいはサポートを受けてるかどうかっていう違いは多いです。 そんなわけでね、えー、お金があって今マニュアルプランの人は、まあ、個別サポートにアップグレードした方が多分かえってお金は安く済むあるいは早く儲かりますで逆に個別サポートなのにあの私の提案にさらにひとひねりしちゃってる方はねひとひねりせずにやってもらった方が、まあ、時間もお金も、ね、かからずに商品見つかりますんで そのままねえ、なんで、なんで提案したのと違う回答が返ってくるんだろうってことたまにあるんですけど、まあそれでもね、えー、その回答のことがやってうまくいかなきゃ戻ってくるんですけど、そ正直戻ってくるまでの時間とお金がもったいないんでね、まあ、まずはそのまま、えー、アドバイスをやってもらうのがいいかなという形です。 まあそんなわけでね、いくらかかるかって答えになってないんですけど、まあ、答えないですよね。えー、そもそも、えー、自分で商品を探す場合にはね、いくらかかるか予測不能と、ねでえー、サポート費用を払えるお金があるんだったら下手に、えー、安上がりに済ませようとせず、そのままサポートを受けちゃってもらった方が効率的ですと。でサポート受けない場合はね、えーまあ、難しいのはしょうがない。難しいの前提なんですけど、ただね、 あの自己発想で儲かる商品を探すっていうのはこの難しいとかっていう次元じゃなくてほぼ無理なんでね、えー、諦めて FBA で安い商品、ねえー、送料も、まあ、小さくて軽いけ送料も安いですしね、まあ、仕入れも安い商品でもあの利益取れる商品はありますので、まあ、そうですね自分で1000円とかね、えー、1500円とか、ね、予算を決めてで軽くて小さいものからもう徹底的に数打って 数売ってってかね、もう調べて、ね、制約がどうかとか調べて、商品探しをしていくという形でね、取り組んでください。そんなわけで。いずれにしても、自己資金はいくらかかるか。自己資金ゼロと思える無在庫発送。これ自己資金ゼロ、ゼロっていうかね、利益もゼロだし、労力だけかかりますんで、無在庫で商品を探すぐらいなら、商品探してる時間にね、どっかにアルバイトに行って、そのお金で FBA で商品を仕入れた方がいいです。そんなわけで。 またね、えー、その件について、この件についてね、えー、具体的に逆にいくらで何ができるとかって言えば、また違った答えができるかもしれませんけど、いくらでできますかといった場合の答えは、えー、ゼロは無理、ね、無在庫は無理。で、えー、お金があるなら個別サポートを受けた方がいいというところでね、それ以外についてはまたご相談あればご質問ください。以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。